ご視聴ありがとうございます。イオンちゃんで、今日の動画は、2021年の使い切りスキンケアをとっていきたいと思います。今日の、まあ、スキンケアは多いので、まあ、ハロウィンメイクを取った後、夫婦メイクを取った後に撮影してるので、こんな感じです。多分、1本で収まるかは、もしないし、もしかすると2本、 結構スキンケアって私同じものを使うことがほとんどなくて次々次々っていくので結構メイクと違って多いので最初に撮って1段目編集してまあ中編入るかそれとも12月にその後編のやつを一気に。 紹介するパターンかの2パターンでやってるんですけどなので早速取っていきたいと思いますアベールさんの袋アベールさんは結構しっかりしてるし袋をもらえるので車のゴミ袋にしたりこういう風に入れたりして取った順からご紹介していきますまずこれ プラチナレーベルのダマスクバラ水配合の RO ローションで角質層混ぜ隅々浸透しみずみずしく弾むような張りのある肌に整える化粧水ですって書いまあ本当に私は まあこういう大きいタイプとかこういう化粧品水がいっぱい出てくるんですけど何ていうかまあこれは結構あのスプレースプレーに移してたんですけどちょっとダマが大きいのかミストにはならなかったので手に適当にプッシュしてこう優しく浸透す せる感じで使っておりました。プラチナレーベルさんはいろいろあってハトメギとか、あとはあの今流行りのシカシリーズも出たので、プラチナレーベルさんは使ってないものもあるので、まあ、ね使っ本当に大容量なので結構ね持ちます。まだねあの移しスプレーボトルに移したやつがまだ残ってるんですが。 い切りですまあ、さっきとプラチナレーベルと同じ使い方をしてたんですけど「クラシリズム」のヒアルロン酸コラーゲン化粧水ヒアルロン酸とコラーゲン保保成分を調合してしっかりと保湿します。500ml、まあ、お風呂を まあ、プラチナレベルさんもそうなんですがお風呂上がりに <laughs> あのすぐ化粧水を入れるのでそれ用で使っておりました、まあ、パックする前とか,とかにも使っていたんですがまあまあ機会があればねリピートしたいと思いますクリアタンの VC エッセンスマスクで 透明感のあるみずみ,しみ,ず,みずしい肌へ導く美容液マスク薬用美白高純度ビタミン C 誘導体配合思ったんですけどこれってなんか化粧水って少なくないんですかなんかなんか乾いてるとは言わないまでもなんかちょっと ビタビタっていう感じじゃなくて、あ私は、先ほど2個ぐらいご紹介した化粧水を足してました。うん、だから私は、こう、毎日使ってたわけじゃなくて、週1ヶ月に、まあ、1週間に1回とか2回とか、 ぐらいで使ってたのでまあまあまあ機会があればっていう感じですね肌ラボ極人プレミアムの薬用樹齢缶美容乳液メラリンの生成を抑えシミそば化数を防ぐっていうやつですねあの今使ってるアクアレーベルが終わったら このプレミアムシリーズの美白タイプの化粧水と乳液を使おうと思ってますまあまあ悪くはなかったと思いますニベアさんの角層ケアウォータージェルは日焼け止めジェル顔顔体用で SPF35PA3 つのやつですね まあまあ機会があっても日焼け止めこういうタイプ配がかったら大島椿ヘアクリームのしっとりしっとりを落ち着く仕上がり髪にしっとりとした潤いと艶を与え毛先までまとまる髪に整えます髪の表面のコートをしてダメージを塞ぐっていうやつで私はこ,これは 頭洗って乾かす前にっていう感じで使っておりましたまたね機会があればまたリピートしようかなと思う去年のまあ10月今今月っていうか10月に買ったんですけどサナなめらか本舗リンクルジェルクリームの N っていうやつで レチノール入りのやつでこういうオールインワンのジェルってまあ楽なんですけど下地とか成分入ってるのが嫌でこのねちょっとお高めなやつを買ったんですまあまあ機会があればまたねリピートうーんとクラシリズムのアクネ対策洗顔フォーム ニキビケアに、私、ニキビってできづらいのかも。まあ、ニキビですっていうのが、まあ、できてはいるんですけど、それほどっていうか、でっかくならず、いつの間にか倍々禁止してくれてるので、なんか、何を思ったのか、とりあえず買ってみようと思っソフティマホワイトクレンジングクリーム。 泡立たないクリームタイプ私一時期クリームにはまってたことがあってで、まあ、これはまたねまあ今はバーム系が好きなのでまあそうバームは楽だよねまた機会があればねこういうジェルとか バームとかクリームとかに戻ってたねまたニベアみたいな <laughs> ニベアを多いな私ニベアさんのプロテクトウォータージェル子供用私こう度数が少ないやつが好きでか何でかっていうと私が使う化粧品って大体そういう日焼け止め成分が入ってるから だから、まあ、日焼け止めも入れるんですけど、まあ、絶対化粧品、高い、SPF、度数が高いやつも、だいたい化粧品に入ってるのって28とかぐらいなので、で、補う感じで使いたいので、日焼け止めは28とか、50以下の使うことが多いです、私は。 今使ってる方多いんじゃないかなーっていう感じでデュオのザ・バームクレンジングホワイト、まあ、皆さん使ってますよねでもこれを使い始めてからバームっていうかバームが好きになって今はあのクレイジュのやつを使ってるんですけどクレイジュも多分 後半で多分ご紹介できると思うのでそう絶対こう早くて今月遅くて来月ぐらいには使い切れるもう幼稚自体はもう随分前に使い終わってたんですけどこのポンポン式が良くてこっちに詰め替えてたんですけどビオレ素肌つるんを グレンジングウォーター古い角質まで優しくおすして素肌つるんみたいな感じでどっちかつっつうとメイクがどちらかといえば濃い方なので目元のね、とかまいを落としたりするときにコットンでプッシュしてスッっていう感じで。 まれに使ったことあるかな全顔に。なんか、めんどくさくて。っていうぐらい。今、使ってるやつなんですけど、今、ケースはこ,これ入ってて、アクアレーベルのバランシングローションの M。コクのあるしっとりタイプ。っていうやつを、乾燥小じわを目指エイジングケアのこれと、 またアクアレーベルのバランシングミルクの乳液ですね。まあこれは別に、まあ機械があったらアクアレーベルを使うときか、うん、オールインワンジェルも使ってみたいなっていう感じです。これはキュレルの UV エッセンス 日焼け止めで SPF30 の PA4 つみたいなこの頃から私これを5月1日から使い始めて終わりが9月28日なんか思ったんですよ毎日使ってるやつもあれば時々しか使わないものもあるじゃないですかなのでなんかいつから使い始めていつから 終わったのかって書いてあった方がいいなと思って最近使ったやつはこういうふうに何「何年何月から何月何日から終わりがにみたいなまあこれの美容液使ってる方多いと思うんですけどメラノ CC シミ対策私は保湿のクリームタイプを使っておりました。 薬用ホワイトニングクリームし、これでなんか減ったっていうのはあまり感じなかったかな。まあ一番はシミとかそばかすを消して、そこからできた時に、また復活した時に塗った方が、これの良さを感じるというか、 もうある状態でこれを使うとなんかあまり変塗ってたからって変化を感じないような気がするあとはあとは多分まだ、ま、ストックっていうかストックが増えそうなもの案件しかないのでいっ 一旦ね、ここで終わってでまあ11月か12月にまあ最終みたいな感じで撮りたいと思いますご視聴ありがとうございました次の動画でまた会いましょうバイバーイ